ラストの記事はこちらになります。こちらです。禁断の奉納書が告げる第三次世界大戦勃発の恐怖。はい。です。ね、ご存知黒魔術師といえばこの方。はい、アライスタークローリー。はい、ね。クロー,リーですええ、ね、近代魔術のね、もうカリスマ。うん。この。 アレスタクローリーが残した魔術書がこの法「法の書」法の書ってなんかねちょっと変わった名前ですけどもこれあのー、いわゆる聖書のねトーラー立法を意識してんだよねうん、うん、立法トーラー法の書で書っていうかブックっていうのはね例えばバイブルって本っていうことなんだけども、はい、西洋で本っていうとこれはもうザー ザ・ブックっていうのはもう聖書だからそれを意識してるまあ言ってみれば表の聖書裏の聖書まあ魔道書って言っちゃうとなんかあれなんだけどそれを意識したのはこの法の書だよね。うんうん、ここに書かれてるのは当然ながらねやべえこと書いてる、うんだ魔術の指導書指南書だから、はい、だからこの書物に関してはねもうクローリー自身がねもう手出すなと もし一回読んだらはもう捨てろと。<laughs> そうなん危だていうぐらいこう警告を発した書でこれね出版されてからされるとね、はい、チンクスががあって戦争が起こるよ<え>半年か1年以内に少なくとも戦争が起こるの。ということは今までもね日露戦争だとか、ねはい、バルカン戦争、ねはいはい、第一次世界大戦とかさ第二次世界大戦が起こ今は でな、それ出てたな。はい。それ出てたな。このほど国書刊行会っていう出版社から、その新たにその法の書を翻訳してね、で真相新たに発売になったんで、今年の2月に2月に発売になった。2月です。へえ。まあムーでもね、書評で。 紹介しましたけどおい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 いいのかそうですねいいのかえなんでまた出しちゃっていいのかってこの歌までねロシアのウクシーンああへえというですねまたチンクスがそうなんですねこのあの法の書ってねクローリーの中でもねちょっと特別なんだよねはいこう天使うん エイワスこのエイワスっていうのが変なんだよエイワスの絵っていうのが残ってんだけどもうん、うん、どう見てもなんかグレーっぽいんだよねはいはいページねここ次の頭でってさ、ね、ここここにでこう地球が知的生命体じゃないかっていう説もあってこのエイワスから感を受けて書いたと、うん、うんグレーっぽい本当にそうでしかもその、うん このエイワスエジプトの神様でねオ、はい、シリスの息子のホルスだっていうエジプト魔術が元になっているっていうことを、ね、示唆してはいるんでうんこれねあれよほ<う>エイワス,エイワス変な名前でしょそうエイワス、うん、でもこれねイエスなんだよ イエスキリストのイエスのねオマージュオマージュというかアンチテー,ゼーだからホルスエジプトのホルスってあるけども、はい、ホルスはハヤブサの頭を持った太陽神、はい、でそのホルスと対立したのが父オシリスをぶっ殺したという兄弟の瀬戸っていうの瀬戸っていう神様、はい、この瀬戸がいわゆるシャイターンヘブライン語で言うとこの サタンアレンスター・クローリーは自らを持って黙示録の獣六六六であるっていう自称したから、ねうん、もう完全な悪魔神黒魔術師、うんうん、だから瀬戸シャイタンサタンなのこれ、うん、それをね強烈に意識してるわけ。 だから旧約聖書におけるそのトーラ欄のアンチテーゼとしての魔導書これが法の書なんだうんこれをだから、ねまあ、世に出すということは、はい、まあ世の中どうなってもいいのかなみたいなねうんこんなことになっちまったぞというこんなに悪魔の書を出すって他の宗教の人たちからいつもきんね弾圧というかその辺だってクローリーだってもう開き直ってるから うん、いえいえあくまであくまでいいですよアンキリストですアンキリストアンチキリストです何か <laughs> そうですよねアンチそうだもんキリストなのにエイワスはキリストイエスだっていうところはだからそのアンチテーゼだから、うん、イエスを,を装う、まあ、まあ言ってみればオマージュにした悪魔ふ、うんあ,あそういうことでね、うん、エイワスよねホルスじゃなくて実態は瀬戸なんだよシャイタうんうん、うん、ーここなんだよ そうなんですね。だからね。このタイミング。はい。さすが国書官公会やるな。今回はね、普及版とね、うん、その愛蔵版って二、二つのバージョンがあって。はい、愛蔵版はね。全部ね、袋閉じになってるページが。<laughs> あれ。カッターでこう開かないと、こうページ。入れない。そう、大変。<laughs> そうな、対応。そう、そのぐらいなんかこう。 でもね、それ出版されちゃったからな、もうん、うん、でも、書評で紹介しちゃったからさ、そうですね,やね、こんなウクライナ情勢になった、あれ、そうなんかちょっと責任感じちゃうみたいな、<laughs> そう、責任重大ですよ、ね、そんなに何回も戦争が起きてるんだったら、もう、ね、やっぱり起こるんだなみたいなね。 もう編集をこうね、出そうと思ってる時点でもう戦争が動き始めてしまうというか。いこれ二月のどんくらい、まだ,だ戦争始まってないから、ね。あ、ちゃんと出版された後に戦争起こってる。あ、本当だ、そうだ。ええー。知らないよそ、その。なんで。違う出版社だし。そう。ワンパブリッシングじゃない。えと <laughs>、ムーはただの書評で紹介しただけだし。<laughs> いやー紹介するのも悪ですよとか <laughs> <laughs> こんなこと言ったって。<laughs> <laughs> えー、そうなんです、ね、ということでね実は今回のね「クローリーの法の書の、ね」の、はい、出版とウクライナの実はあるんじゃねえなっていうのでねひそかに話題になってえー、知りませんでした。 もう、これ以上出さないでほしいですね、です。だったら。それはだって、国書官国家に行ってそ。<laughs> そう、ね。志向だしうん。ただ宣伝してあげたと。<笑><笑>なんでしょうね、読むと、なんだろう、やっり。なんかの魔術。フローリーが読むな。そうで、ね。一回読んだら、もう破棄しようっていうくらいに言ってる。呪いの魔導書なんだ。そっか、そうすると、こう世界が荒れるって。いうのは、本当に。 でもね、このクローリーのやつはね、自己肯定なんだよね。何時、はい、の欲することをせよっていう、ね。うえー、聖書なんかあれでしょ、はい、この、欲せざることをする中で。うん,うん、うん。でも、逆なんだよ、ね。クローリーは。何時の欲するところをなさい。あ、怖い、怖い、怖い。<ー>怖いクローリーさんのご家族というか、息子さんとかは。 今そういうこの書物とかにクローリアなかなか晩年ねなかなかね、うん、あの悲惨なあれでした。うん、いろんなこう女性もねヒーローの女とかねいましてですんが、うん、子孫はいるのかないかないのかなお金用意いるのかもしれないけどねだからど,どう関わっているのかななんてそこら辺も気になったりしますけど、うん、なのでねちょっとこれ読んでいただいてその ね、魔術とかねその辺興味ある方は、はい、こういう視点でね、うん、今回の社会情勢国際情勢を眺めてみるのもなんかある種のヒントというかねうん、うん、なるのかもということで紹じゃあちょっと6月号は読むと情勢が世界の、うん、まあね、うん、いろいろほらあの世の中のねいろんなその、うん、まあ新聞だとか週刊誌とか、うん、まあどうでもいいねい。<laughs> ねますゴミですかね。<laughs> それいまあもうそれも大事ですよ。うん、大事だけどもぜひムーを見てくだ、ね、やっぱりねムー的角度から。はい、車に構えたみた、ねはいな。綺麗綺麗でねぜひ,ぜひご覧ください。はいというわけで本誌は以上です。ありがとうございました。無限宙から先にお知らせしちゃいます。 はいまず5月18日、えー、8時から「見える人対談」のライブ配信をやります、えー、生まれながらにして見えないはずのものが見えてしまう赤間同士美獣さんとキリンさんによるライブ配信があります今回のテーマは「霊能者」ということですぜひ皆さんこちら、えー、ライブ配信もご参加くださいそして、えー、6月の5日ですね 八尾純一さんと並木慎一郎先生の、えー、対談をライブ配信するそうです、えー、同時代にオカルトをテレビや、えー、紙いろんな媒体で追いかけ続けてきたお二人のお話です MC は、えーえー、ウサピョン先生ことウサワツーさんが入るということですごい面白い対談になりそうですねはいそして6月14日はオカルト女子会 ありますこちらも生配信ですねこんなことしてほしいとかこんなのあったらっていう要望もですねどんどん募集中なのでぜひメールくださいお待ちしておりますそして7月の2日はですね月間野生クニオの公開収録ございます今回もですね公開収録終了後に野生先生を囲んでの懇親会も開催するということでこれ結構すぐ埋まっちゃうのでね早めにご参加してください。